はい、それではここからですね、行列に進みたいと思います。教科書は 1.5 節ですね、16ページからです。で、行列については、ある程度、数学リテラシーでも習ったかと思いますけれども、その辺も踏まえてこう確認しながら進めていきたいと思います。で、まず、1対 1.5.1 項で、行列の和とスカラー倍ということで、説明していきます。まず行列の定義ですけれども、M と N っていうのをこう自然数、この自然数としますね。ちなみにこの大文字の N はこれ自然数全体の集合を表すのによく使われますので、以上使いました。M と N を自然数とします。で、この時に、MN 個の数ですね、この AIJ っていうインデックスをつけた MN 個の数を、M 強と N 列の長方形に並べて括弧でくくったもの。こういう形のものですね。これを、M 行、N 列の行列というということですね。で、この M 行、N 列っていう表し方としては、MN 行列とか、それから M×N 行列といったような書き方もあります。これみんな同じものを表すので注意してください。で、さらに、その行列の中で特別なものとして、この行と列の数が、個数が等しいものですね。N 行、N 列の行列を、N 次正方行列。または N 次行列というふうに呼びます。こういう形の行列ですね。確かにこう正方形に見えるので、正方行列というわけです。で、この行列ですけれども、この A11 から AMN っていう数をですね、毎回毎回こんなふうに書いてたのでは、日が暮れてしまいます。数学者は非常に物臭な人種ですので、こういう面倒くさいことをすごく嫌います。そこで、より簡潔に書ける記法というのを、簡潔にしかも意味や厳密性を損なわずに書ける記法というのをいつも考えています。で、これはその中の一つで、その行列をですね、簡潔に書く方法、書き方の一つです。もともと与えられた行列は A という行列だったんですね。で、その成分が A11 から AMN っていうのがあったんですけど、それを全部書くのがめんどくさいので、それを全部まとめてこんな風に書いてしまいます。括弧でくくって AIJ っていう1個の文字ですね、置いてしまいます。で、こういったものが実は先ほどの、こちらのものと同じものを表すということにまず注意してください。で、ただし、この AIJ って書いてしまうと、はて、I って J ってどの範囲取るんだっけなっていうふうに分かんなくなることもありますので、そういう時には、この後ろにありますように、I や J の範囲を書いておきます。例えば、今の場合ですと、I は1から M までの範囲、それから、J は1から N までの範囲という形でこう書きます。で、あと、注意点としては、その行列を表す、大文字の文字とですね、それから成分を表す小文字の文字は、アルファベットは一致されるのが基本です。例えば、この A っていうのを BIJ で書いてしまうと、これ混乱しますので、A は必ず成分は AIJ で書いてください。で、それからと、これもどこかで説明があったかと思いますが、大学に入って皆さんが奇妙に思ったかもしれない一つとして、この不等号の表し方ですね。高校までの数学は全部、等号2本で書かれてたと思うんですが、大学に入ったら何も予告なく多分等号1本消えてしまったんだと、なんでだかって思ってる人もいるかもしれません。実際には、ちょっと理由はちょっとよく僕もよくわからないんですが、一応大学以降はですね、この不等号の時に添える等号は1本のことが多いですので、面食らわないで、ください。もしかすると、あれですね、こう、不等号の線を1本引く、鉛筆材が無駄だから削ったのかもしれないですけれども、そういう辺はよくわかりません。ちなみに世界的にですね、この不等号の記法というのは若干に異なるものが国によっていくつかあるようで、例えばこの、ちょっと余談ですけど、この等号がですね、日本では大体水平線に書かれているんですが、ある別の国ではこれ、不等号の線に合わせて斜めに書かれているような、そういうところもあります。ですので、こういう数学のいろんな記法がですね、国によって異なるのをちょっと見るのも面白いかもしれません。はい、それからと、その今の行列の略記法ですけれども、一般の、MN 行列の場合には、A イコール AIJ と書いて、その I の範囲とか J の範囲をこういうふうに書くという話を今しました。で、これを、さらに、面倒なとき、あるいは、誤解をする恐れがないときっていうのは、もっと略する場合もあります。例えば、N 次正方行列の場合ですと、これ、
i と j の範囲がこう共に等しいですから、こんなふうに、i と j は共に1以上 m 以下というふうに書く場合もあります。でさらに、簡略化して、その今、我々が議論しているところではもう、何行何列かというのは十分分かっているよとかですね、あるいはその何行何列かとかそういうこと関係なくなんか議論したときには、その行数や列数も省略して、a を単に括弧 aij として書くこともあります。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、それからですね、あとは記法としては、その k の元を成分とする、その MN 行列全体のなす集合っていうのを扱う場合もあります。だから行列の集合ですね。まあ、行列がいっぱい考えるんですけども、その時には、こんなふうに、まあ、これもいろんな本で書き方が異なりますけど、少なくともこの教科書はこのように書くところですね。大文字の M で、まあ、行列全体というのを表して、で、M 行、N 列、そして成分は、対 K の元を成分とするというような書き方をします。一応この MN っていうそのところにはコロンを使っていて、その対 K っていうところはセミコロンを使ってちょっと区別しているような書き方にも注意してください。あるいはこれですね、M の下に MN を下付き文字、サブスクリプトで表してこう K というふうに書く場合もあります。で、これが例えば正方行列になると M と N は等しいですから、まあ、M と N は等しいので、N、単に N というふうに書くこともあります。さらに、この、今、文脈からですね、この対 K が明らかな場合には、その対 K すら、省いてですね、M の MN とか M の N というふうに書くこともあります。ので、まあ、こういう簡略化した記号が出てもあまり驚かないでください。そして、この行列に対してですね、この行ベクトルや列ベクトルという言葉を定義しておきます。今、MN 行列、A というのがあったときにですね、この A、行列 A の第 i 行の成分を全部並べた、横ベクトルですね。これを、A の第 i 行ベクトルというふうに呼びます。で同じようにして、この行列 A の第 j 列の弦を縦に並べた縦ベクトルのことを A の第 j 列ベクトルというふうにも呼びます。なので、行ベクトル、列ベクトルと呼べば、まあ、縦ベクそれぞれ、行ベクトルは横ベクトル、列ベクトルは縦ベクトルに対応しているので、確認しておいてください。はい、それから、あとは、実行列、複層行列、ゼロ行列という言葉もしばしば使われるので確認しておきます。この、MN 行列の成分がすべて実数のときには、よく実行列というふうに呼ばれます。それから同じく成分がすべて複素数のときには複素行列と呼ばれます。でさらに、ゼロ行列っていうことはもうこれからしばしば出てきますので、定義を確認しておきますと、すべての成分がゼロの行列ですね。これまあ何行何列でもいいんですけど、すべての成分がゼロの行列は、まあ、ゼロ行列と呼びます。で、書くとき、記号で表すときにはこれ、大文字の O を使いまして、で、MN 行列っていうのを強調したいときには、このサブスクリプト、下付き文字で MN って書きますし、あとは、まあ、行列数はどうでもいいっていう場合には、こう、ただの、大文字の O で表します。はい、次にですね、対角成分単位行列なんですけれども、まず対角成分っていうのは、N 次正方行列。これ、ここがまず N 次正方行列の、この、行と列が番号が同じ成分ですね、斜めになっている成分のことを A の対角成分と呼びます。それから、これに伴って単位行列っていうのも定義しますが、対角成分がすべて1で、残りの成分がすべて0のこういう行列ですね、正方行列ですね、これを N 次単位行列、この場合は N 次の正方行列なんですが、これは N 次単位行列といって、これを記号では EN。もしくは、N 字っていうのが明らかで省略してもいい場合は単に E というふうに表します。それからと、クロネッカーのデルタっていう記号もあるので、一応、ここで触れておきますけれども、と、自然数 i と j に対して、このデルタ ij っていうのをこういうふうに定義するんですね。i と j が等しいときにはこれは1、それ以外は0っていうふうにします。で、これをクロネッカーのデルタっていう記号、データというふうに呼びます。で、これを使うと、例えば N 次単位行列、先ほど定義した N 次単位行列ですね。これはクロネッカーのデルタの記号を使って、EN イコールデルタの IJ と表すことができます。
これは何でかっていうのをちょっと考えてみてください。単位行列のどの成分が1でどの成分が0だったかっていうことを考えるとこう分かってくると思います。はい、あとはですね、もうちょっとですけれども、まず行列が等しいっていう定義ですね。MN 行列 A と B が等しいっていうのは、これは行列の各成分が互いに等しいということを言っておりまして、これはこの時に A イコール B というふうに表します。それから行列の加法ですけれども、これは、A と B が共に MN 行列の時に、その行列の和というのは、その各成分の和を成分に持つような行列ですね。これを行列 A の和 A プラス B というふうに表します。あと、スカラー倍も定義できまして、これもベクトルと同じようにですね、この行列、MN 行列の C 倍っていうのは何かっていうと、その各成分の C 倍を成分に持つ行列ですね。これは A の C 倍というふうに書きます。特に A のマイナス1倍はマイナス A というふうに書きますし、それから先ほどの加法と合わせて A プラスマイナス B のことを A マイナス B というふうに表します。ただ A マイナス B は各成分で引き算をやった結果として扱うことができますね。はい、ここまでいいでしょうか。もう一つありました。失礼しました。行列の加法とスカラー倍の性質ということで、これも先ほどの、ベクトルの加法とスカラー倍の性質と同じようなものが成り立ちますので、確認しておいてください。はい、ここまでいいでしょうか。